日本愛知県豊田市上川口町上川口町は愛知県豊田市の町名。豊田市の北西部に位置し、藤岡地区に属する。矢作川右岸に位置する。町域南東部は矢作川に接し、並走する愛知県道11号豊田明月線沿いに民家が点在する。なお県道は町域南部で愛知県道33号瀬戸下羅線が接合している。 矢作川沿いを除けば、町域のほとんどが深い山林に覆われており、町域北部には採石場があるが、アクセスは林道港、土屋線のみである。町域東部では、矢作川支流である利川が、町域西部では同じく、矢作川支流で町域を南北に貫く、井の日湯川が、それぞれ部分的にであるが隣町との境界線を形成している。 昭域南部の集落に隣接する矢萩川菓子では、慶応期に、市村團十郎なる人物が掘作したとされる、東清水と、下川口清水により、水田が耕作されているが、1859年には、上川口に、酒造屋があり、明治初期から中期にかけては、農業の合間に、味噌や、油屋、麹屋、乳リ屋などを兼業する村民があった。 また1897年に南北街道が開通してからは、馬方や車引き、イカダノリを兼業する農民も現れたという。2019年7月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推進立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。